フルンボイル市は中華人民共和国内、モンゴル自治区北東部に位置する地球市。市名はモンゴル語で、地区に含まれる湖であるフルンコとボイル湖にちなむ。東西 630km、南北 700km、総面積253000平方 km で、三島省、チャンス省の面積の総和より大きい。人口、約2、650000人。 地域を南北に大港安霊山脈が走り、霊西地域と霊東地域に分ける。霊西地域はモンゴル平原に隣接する。南部は内モンゴル自治区の港安名東部はノンジャンを境界として国流交渉と接し、北部及び北西部はアルグン川を境界としてロシア連邦。内陸性の気候のため、冬季は厳しい寒さとなる。 2014年1月10日の冷え込みでは、市内の観測地点で、摂氏氷点下46.1度を観測した。伝統的な部族集団としては、真のソロン8期に含まれた、エベンキ、オロチョン、ホーチン、バルグ、ダグールと、バルグ8期に編成されていたシネバルグがいた。このうち、ホーチン、バルグ、シネバルグは中華人民共和国の、 民族識別工作によりモンゴル族に編入されたが、同じモンゴル系でもダグールは単独でダグール族とされた。中華民国期以降爆発的に進んだ漢族の流入により、現代では漢族が人口の大部分を占める。少数民族は総計四百五十八百八十六人で、総人口の十七点三パーセントを占めるが、それらの中には、海族、満族、 朝鮮族などが含まれている。フルンボイル地方は遊牧に公的な草原地域であり、郷土、戦費、失意、キルギス、キッタン、タタルなど、古来様々な遊牧民が攻防した。また、東方の森林地帯からは女神をはじめとする、ツングース系の民族も入り込んでおり、現在のオロチョン、エベンキの先祖となった。モンゴル帝国の下では、 チンギス・ハーンのマッテー・テムゲオッチンがこの地方に遊牧し、モンゴル高原東部から両島にかけて絶大な牽制を誇った。元の北総後も北原にとっての重要な拠点であったが、1388年にこの地でトグステムル・ハーンが殺害され、北原は崩壊した。17世紀にはバルグ、ダグール、エベンキ、オロチョンなどが住んでいた、この地方は、 真の支配下に置かれた。清は、領土の北辺にあたる、この地方を支配するにあたり、八旗に準じて、諸部族をソロン八旗に編入し、新朝皇帝の霊神として扱った。18世紀には外モンゴルの春派の霊族民であった、バルグの別派がフルンボイルに移住されて、バルグ八旗に編成され、国力交将軍の支配下に置かれた。新末においてもこの地方は、 北方の辺境であったために、漢族の流入や定住の効化が比較的遅れ、その後も長い間遊牧生活が保たれた。1912年にロシアとモンゴルのボグド、ハーン政権の援助で、活服や起服らによって分離独立するも1915年に中国の特別区域となり、1919年には高度な自治権も解消された。満州事変が起こると、 日本の勢力下に入り、満州国に編入されて、南のジェリムネート合併、公安省が置かれた。さらに、公安省が分割されると、フルーンボイルの内霊東地区は、公安東省、霊西地区は、公安北省が設置された。満州国崩壊後、公安北省省庁だったエルヘムバトは侵攻してきた、ソ連とモンゴル人民共和国の連合軍に支援されて、 フルンボイル地方自治政府を分離独立させる。1948年に中国共産党のウランフの工作が実り、フルンボイル名が設置されて内モンゴル自治区に属すことになった。1953年にはハイラル、満州座とウランホトが自治区直轄市に昇格した。1969年名の大部分は国流交渉に編入されたが、1979、 年内モンゴル自治区に服した。2001年10月10日、フルンボイル名を廃止し、フルンボイル州が成立、首ユである、ハイラル市は、ハイラル区となった。西カツ区、5研究、市、4期、3自治区を管轄する。また、中華人民共和国民政府の行政区画データにおいて、国立交渉大公安令地区、ジャグダ地区、松霊区は、 本市のオロチョン自治区の一部であるとみなされている。フルンボイル・ヌンボルン名、編集ハイラル市、編集満州座都市、編集内モンゴル自治区、フルンボイル名、編集国流交渉、フルンボイル名、編集内モンゴル自治区、フルンボイル名、編集フルンボイル市、編集大港安連山脈では、林業、草原地帯では、牧畜が盛んで、畜産化工業も発達している。 ハルビンから伸びる旧統制鉄道が、ハイラル、満州ザトを通って、ロシア領ダバイカリスクに入る。国境では、中ロゴシ防衛機区が設置されている。満州ザト駅、ハイラル駅、内モンゴルに大寒波、北部のフルンボイルで、氷点下46.1度。サーチナ。 h t t p ススラッシュスラッッシシュュニュース s e a r c h i n a n e t スラッシュ ID スラッシュ15207572014年1月11日閲覧。ありがとうございます。